ンドメイド資材と梱包材のあれこれ、ビーズ&パーツさんでお買い物。皆さんこんにちは、スレジンです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画ですが、ビーズ&パーツさんというところで、安いものかつ、たくさん、パーツが入っているものというものをチョイスして今回購入してみました。そして梱包材がいくつかこちらのお店にも置いてあったので、今回どんなものか購入してみました。初めてこちら梱包材は購入してきたものなので、レビューも兼ねて皆様にお伝えできたらなと思っております。それでは最後まで見てくださると嬉しいです。始めていきましょう。はい、こちらは 8.5 センチと 13.5 センチの段ボールなんですけれども、ちょっと薄いかなっていう印象でしたね。お値段はそこそこ安いんですけれども、やはりビーズ&パーツさんなので、どのお品もお手軽価格で購入することができます。ただやはり今回すごく最安値のものも購入していて、そちらの方もレビューをしていこうと思います。段ボールに関しては組み立てはとても簡単なんですけれども、なんかすごく薄いので、私普段梱包する時の段ボールはもう少し分厚いものを使用しているので、ちょっと頼りないかなって思いました。今回の動画でこうやって皆様にお伝えすることはちょっと辛口になってしまうと思うんですが、はい、辛口の方がより伝わるかなと思いまして、正直にですねこちら、レビューさせていただこうと思っております。上から目線で何様だよってなってしまうかもしれないんですが、はい、あまり嘘はつきたくないので、きちんとしたレビューをさせていただこうと思っております。はい、ちょっと頼りない感じの段ボールでしたね。リピートはないかなって思います。おそらく配送中に私こういった段ボールを作って、そのまたさらに封筒の中に入れて、いつも配送と梱包はしているんですけれども、やっぱり開けた時に段ボールが折れてしまったりしていると、なんかちょっと悲しい気分に私はなるので、はい、でしっかりした段ボールがいいかなって思いました。小型の段ボールを購入される場合はしっかりした段ボールがいいかなって思いました。で今こちらキラキラしてるこの OPP なんですけれども、と見本はユニコーンカラーで、すごいオーロラ、こういったきつい感じのカラーではなくて、すごく柔らかいオーロラの、なんだろうな、ベースが白っぽい袋のように見えたんですが、開けてびっくり、ちょっとレインボーカラーが激しすぎて、開けた時にちょっと眩しいかなって思いましたので、こちらの袋もなしだなって思いました。で、今ご紹介しているのはサンキューシールなんですが、こちらはとても可愛かったです。ただですね、とてもこの横の部分っていうんですか、シールには関係ないんですけれども、結構ぐにゃぐにゃしていたので、シールが折れてしまうのではないかなっていうちょっと不安もありました。でもこちらのデザインはナンバーワンだったかな、なので、可愛いシールだなって思いました。でこちらはしっかりとしたシールでしたね。でデザインもとても可愛いので、先ほどのシールも可愛いんですけれども、私はこっちのシールの方が気に入りました。ポップなものからこういった素敵なものですね、はい、もう
で、いろんなデザインがこちらのシールは入っておりました。こちらのリースのようなシールが気に入りましたね。あとはこちらの天然素材風のサンキューシールも購入してみました。こちらは本当に無難な感じで、どのような梱包材にも合うと思います。フォントも可愛いので、字のフォントですね。こちらはずっと使っていけるシールなのではないでしょうかと思いました。リボンなんかと組み合わせても可愛いですね。でこちらは普通に留めるタイプの、まあ何でもいいんですけどね、本当マスキングテープをちぎってとかでもいいんですけれども、まあ、たまにはこういったちゃんとした丸いシール、無地のものを用意しておくと便利かなと思って、こちらも購入してみました。使うのは初めてです、もちろんですね。はい、でこちらはピロー型のですね、プラスチックでできている資材なんですけれども、一つ一つ見ていくとばらつきがあったので、ちょっとおすすめできないなと思いました。やはり皆さん大量にこう配送されると思うので、安定したものでないとやっぱり省くものが多くなってしまうと、どうしてもロスになってしまうので、そういったものはもったいないですよね。なのでちょっとこちらおすすめできないかなって思いました。可愛いんですけどね、この接着の部分が本当にこうちゃんと接着、こちら組み立てたものはちゃんと接着されているんですけれども、やっぱり雑というかちゃんと接着されてないものも結構あったかな。3分の1、10枚のうち3分の1はちょっとちゃんと接着されてないっていう感じでした。で、丸やっとこと平やっとことニッパーをそれぞれ購入しました。今使っているニッパーがですね、ニッパーじゃない、平やっとこがですね、錆びてきてしまうんですよね。556とかでメンテナンスはしてるんですけど、なぜか錆びてきてしまうので、はい、ちょっとこちらのビーズ&パーツさんで購入してみました。こちらはとても一つ200円台だったので、まあ、お安く手に入ったもので、錆びないことを祈りつつメンテナンスもしつつ、こちら新しいのにまた、ね、新たな気持ちで作っていこうかなって思いました。 ABC と書いてありましたね、それぞれですね。使いやすかったらいいんですけど、どうなんでしょうか。はい、でここからはパーツ類ですね。こちらも安いものと、たくさん中身が入っているもの、個数が入っているものを重視して購入してみました。でこちらの小さなリングなんですけれども、もう少し小さいものかなと思って期待してたんですが、少し大きかったですね。なのでリピートはないかなって思いました。ただすごく安かったので、まあ何かの大きな作品にポンってちょっと入れてあげたりすると、でも少し大きすぎるからどうかな、ちょっとレジンに埋めてみます、で様子を見てみます、かもうそのままネックレスとして、こうチェーンを通して使われるのもいいかもしれないですね。ただ私はリピートはないかなって思いました。はい、でこちらはよく使う丸玉のついたこのピンですね。で最安値に挑戦っていう言葉が書いてあったので、量とお値段が、量が入っている割にはお値段がすごく安いということが書かれていたので購入してみたんですが、まずピンがすごく細くて柔らかすぎるのと、
あと少し短いかなって思いました。普段使ってるのはもう少し長いものなので、長さがちょっと短いのと、あとはちょっとぐにゃぐにゃしすぎなのでリピートはないかなって思いました。あと綺麗にまっすぐなってるものっていうものが入っていなくて、みんな曲がってるんですね、こちらのピン。残念ながらちょっと U ピンのようになってしまってるものも入っているので、ちょっとまあ曲がりすぎちゃってるかなって、ちょっと残念だなって思いましたね。まっすぐなものってないですよね。もう全部曲がっちゃっているので、って思いましたね。私丸玉のついたこういう風に U ピンになってしまってるものもあったので、こちらはリピートないかなって思いました。なんかすぐ丸やっとこで丸めたとしても、こう開いてきちゃうというか、ちょっとした圧力でもうパンってこうそこがせっかく丸めたのにこう取れてしまうタイプだと思ったので、こちらは使用できないかなって正直に思いました。はい。で、可愛らしいパーツを見つけたので、こちらも購入してみたんですけれども、こちらのリボン型、もうリボンの形にピアスがもうついているので、あとはこのリボンの下の部分ですね、見てください。このピアスの部分がもう折れ曲がっちゃってたので使えないなと思いましたね。使用することはできないなと思いました。このリボンの先にパーツをつけて、なんかこう組み立てたら可愛いかなと思って購入したんですけれども、こちらは一つのペアで200円台だと思ったんですけど、ビーズ&パーツさんの中ではお高い方だと思うんですが、ピアスの部分がちょっと曲がってしまっていたので、こちらもリピートはなしかなって思いました。可愛いんですけどね、ちょっと残念でしたね。左右こう対称のとっても可愛いパーツなんですけどね、ちょっと残念でしたね。はい、続きましては何でしょうか。はい、こちらはなんか可愛いなと思ったので、今こういう形流行ってますよね。ハンドメイドに関わらず普通にお店でも売ってるんですよね、既存品なので。でこちらは110円でした。こちらのタイプは他にもたくさん買いましたね。後ほどご紹介しというか出てくると思うんですけれども、はい、こちらはワンペアで110円でしたね。こういったライムグリーンのカラーって今年の春流行るカラーだとお聞きしているので、春につけたいなって思いました。はい、こんな感じで透き通ったとても綺麗なパーツでしたね。110円で購入できるのはちょっと嬉しいですね。はい。続きましては、またベビーリングが出てきたんですけれども、こちらも先ほどご紹介したサイズと同じでちょっと大きめのサイズですね。本当にもうちょっと小さかったら嬉しかったなって思います。ちょっと大きい、なんかデザインはすごく可愛いんですけど、ちょっと大きすぎたかなっていう印象でしたね。はい、こちらと色違いですね。色違いというかシルバータイプとゴールドタイプですね。はい、で続きまして、こちら淡水パールを購入してみたんですよ。こちらもすごく安かったので、いつも購入しているものは40センチで700円台のものを購入しているんですけれども、こちらのビーズ&パーツさんのものは200円台だったので、270円台だったかな、
どうかなって思ってみたんですけれども、淡水パールとは書かれていたんですが、ちょっとプラスチックだなって思いました。天然ではなくてプラスチック素材で作られているなっていうのが分かりました。なのでこちらは購入、もしですね、淡水パールを求めておられる方でしたら、こちらはちょっとお勧めできないですね。やはりちゃんとした淡水パールでないと、そのレジに埋め込んだ時ですね、ちょっと浮いてしまうというか、こちらを多分中に、ドライフラワーなんかと一緒にこう一緒に入れたとしても、あまり映えないんじゃないかなっていう感じがしました。こちら今お見せするのタイプがいつも使用しているこう綺麗な淡水パールなんですけれども、比べてみるともうちょっと画像からは伝わりづらいんですが、プラスチック感が強い淡水パールでした。残念ですね。可愛いんですけどね、ちょっと形が、はい、こちらはおすすめも、こちらもできないですね。はい、こちらも安くてたくさん入っているパーツを購入してみました。はい、でこちらは接続パーツですね。石のついた接続パーツなんですけれども、こちらはもう本当に普通のキラキラした可愛いパーツでした。こちらは普通に使えると思います。で、まあ、色が結構赤と緑が多かったかな、あとはブルーと紫、濃い紫とブラックも入ってたかな、それとあと薄いピンクと薄い紫も入っているので、対にして作ったりするのにもしかしたら色の偏りがありすぎて、それは作るの難しいのかなっては思ってみたんですが、まあ、見本を作るにはこちら適しているのではないかなって思いました、はい、量産せずにですね、量産はここからはできないかなって思いました。結構色の偏りがあったので、でお安いものなので2袋買って購入してみました。で、ベビーリングまた出てきたんですけれども、こちらは石に色がついてるタイプですね。こちらエメラルドとあとパープルかな、アメジストを購入しました。でこちらは22円の缶付きのストーンなんですけどもこちらは本当に輝きがなかったものでおすすめできないですね。もう最初からこのようにくすんでいるので、こういったカラーが好きな方がおられるんだったら22円で、いいと思うんですけれども、缶もこちらメタルのところもですね、ちょっともう錆びてしまっているというか変色してしまっているものも多かったもので、22円だったんですけれどもそれなりかなってちょっと残念でしたね。その缶がこのようにちょっと銅10円玉みたいな、綺麗な10円玉みたいな色に変色してしまっているものもあったので、ちょっとこっちもらうもなしかなって思いました。で今回購入したものっていうのが全部そうお安いものかつたくさん量が入っているものというものをチョイスしたので、どうしてもってなってしまうかなって購入した時点では思ってたんですけれども、
ちょっと期待通りになってしまったので残念かなって思います。でこちらのさくらんぼちゃんの可愛い茶碗なんですけれども、こちらはまあなんとか使えるかなって思いました。とても可愛いですね。まあ組み合わせ次第ではこちらのパーツも活かしてあげることができるんじゃないかなって思いました。お外で子供が遊んでいるのでちょっと子供たちの声が入ってたらすみません。はい、でこちらも缶付きのピアスですね。こちらは本当にたくさん入っているのでちょっとどうかなって思って購入してみたんですけれども、こちらももうすごくよくできていて、いや本当に子供の声入ってしまってすみません。はい、ちょっと私の住んでる地域とても子供が多いもので皆さん元気よく遊んでますね。はい、でこちらも先ほどと同じタイプでこのようにですね缶がついてるんですけれども、すごくよくできているなって思いました。こんだけ入っていてお値段も110円だったので、こちらはリピートできるかなって思いました。はい、で先ほどもご紹介しましたが色違いでたくさん買ったピアスと、あとはこちらのいちごちゃんのパーツですね。のいちごちゃんはピンクのものとか他の色もたくさんあったんですけれども、あえてベージュを今回チョイスしてみました。ベージュってなかなかないなって思ったんですよね。いちごちゃんで可愛くないですかね。ちょっともうあこういうデザインにしようってちょっと浮かんでいるので作ってみようかなって思います。動画内ではちょっと今回は作りしないです、お作りしないんですけれども、はい、可愛いなって思いました。ベージュのいちごちゃん、はい、そしてこちらは先ほどのライムグリーンと一緒でこうコロンとしたタイプですね。いくつかこちらも110円なのでほぼ全種類買ったのかな。まあ、ちょっと気になる方はビーズ&パーツさんへ飛んでみてください。はい、でこちらですね、ピアス金具なんですけれども、こちらとっても綺麗でした。こちらもワンペアで110円のすごく安いタイプなんですけれども、こちらはもう本当にゴリ押ししたいぐらい綺麗なパーツでした。で私はこちらの方のパーツが気に入りましたね。で今後もこちらをたくさん購入しようかなって使っていこうかなって思いました。すごい可愛くないですか。もうストーンが一つ入っていてでぶら下げるタイプなので、こちらは皆さんにも喜ばれるんではないかなって思い、リピート確定のお品物になりましたね。可愛いなって思います。なんかおしゃれに仕上がりそうですね。可愛いというよりかは。こちらはおすすめです。3つずつ買いに購入しましたね。こちらもとてもエレガントに仕上がってくるピアス金具ではないかなって思いましたね。気になる方はぜひビーズ&パーツさんへ覗きに行ってみてください。実店舗があるみたいなんですよね。羨ましいなって思いました。私の近くはちょっとないので実店舗に行って実際買いたいですね。そうするとこういったものですね、もう 目で見て購入することができるので、どうしてもサイトからですと写真でしかわからないので、はい、こんな感じでお安いものをご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。
はい、それでは本日のラッキーカラーを見ていきましょう。はい、こちらのカードもとっても可愛いんですよ。やっぱり占いとかを好まれる方っていうのは経営者さんですとか、ブレスレットもそうですね、いったものを好まれる方は経営者さんがほとんどでしたね。こういったやっぱり占いとかもとても参考にされる方っていうのは経営者さんとかが多くて、やっぱ成功されてる方っていうのは占いに沿ってこう行動されてるんですよね。運気のいい日に買い物をされたりですとかってご自分で分かっていらっしゃるんですよね。すごいなって思いました。私も占い参考にしていこうかなって思います。運気のいい日に運気のいいものを購入したいですもんね。はい、では7枚目のカードですね、こちらオープンしていきます。本日のラッキーカラーはじゃん、アネラですね。こちらはですね、アネラクリスタルと言いまして、とても綺麗なカラーなんですけれども、アクアマリンとよく似た透明度の高いですねクリスタルと言われているそうです。で、素直な気持ちという素敵な言葉が書かれております。でラッキーナンバーは19ということで、こちらのカードは心の中がとても澄んでいて思考もとてもクリアな一日になると思うので、自分の直感を信じて自分の考えを信じて行動してあげてください。で19というラッキーナンバーなんですけれども、こちらは自分を信じることと健康的な生活を意識する、美味しいもの食べたりとかですね、そうすると心もこう充実感こう充実されるので、であと精神的な安定という言葉も込められているこちらアネラというクリスタルですね、カードが出てきてくれました。で皆さん美味しいものを食べて健康的な生活を意識して本日一日、そうですね、素直な気持ちでおられるのもよろしいのではないでしょうか。はい、とても素敵なカードですね。オーロラに真ん中虹色に光っているんですけれども、なんかこう虹を見ると幸せな気持ちになりますよね。とても澄んだ綺麗なこの透明度の高いクリスタルと言われているそうなのでですね、皆様一日自分を信じて明るい気持ちで過ごされてではいかがでしょうか。それでは最後まで見てくださりありがとうございます。皆様にとって幸せな一日でありますよう心から願っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。